皆さんこんにちは。白鶴型駆逐艦7番艦、海白鶴型としては1番艦となる、海風です。海風、今日は珍しく、電車に揺られて旅しております。流れゆく景色、ふかふかの座席、どこからか聞こえてくるうなる音。とっても心地よいひとときを、過ごしています。と、言いたいのですが、正直申し上げますと、この度、苦行の長旅となっております。やっぱりないですね。あ、お疲れ様です。いやー、売店やら食堂車やらないかなと思いましたけど、最近はそういうものは車内じゃやってないんですね。特急電車とかだと車内販売とかあるみたいですけど、普通の電車だと見かけないですね。ガラガラと窓を開けて駅弁をいただく。ちょっと感覚が古いですかね。ところで海風さん、今回なんでわざわざ横須賀まで電車で行くことになったんですか？横須賀まで行くのは、明石さんに点検してもらっている偽装の引き取りなんですけど、その時、提督からこれ余ってるから使ってって切符を渡されたんですよ。確かに、無防備の状態で深海性艦に出くわしたら危険ですからね。多少海辺を走る場所があるとはいえ、そういう時は陸上交通の方が安全ですよね。そういえば海風さんって、前の掃討作戦の時、参加しなかったんですよね。そうなんですよ。本当はすごく一緒したいって思ってたんですけど、海風までいなくなると呉鎮守府の艦隊が足りなくなるって言われちゃって、期間中ずっと護衛任務でした。でも、やっと作戦が終わって、久々に妹たちに会いに行けるので、楽しみなんです。きっと皆さん喜びますよ。早く行ってあげたいですね。しかし、肝心の切符が、これですか。これ、知ってますよ。全国の JR 線に、5日間乗り放題という、一見すると便利な切符ですよね。ただ、この切符で乗車できる電車というのが、普通列車だけ、なんですよね。呉から横須賀まで向かうのに、全部在来線だけに乗れとか、一体何の主要なんだって感じですよね。まあ、ルートは、ほぼ一直線だから大丈夫だと思うんですけど、乗り換えとか間違えないか心配なんですよね。とりあえず、途中までは一緒に行きますから、元気出してください。ありがとうございます。ちなみに、海風も普通に新幹線に乗れると思って、広島駅まで行っちゃって、折り返してきました。あららら。さて、乗り換えも無事に済んで、大阪方面に向かっています。いやー、この電車、速いですねー。ねえ、そこのあなた。はい？向かい側、いいかしら？へえ、あなたも長旅の途中なのね。そうなんですよ。JR に乗り放題できる切符があるよって渡されたんですけど、まさか各駅停車にしか乗れないなんて予想だにしてもいなかったので。あはは、それはとんだ災難だったわねー。でも、意外と電車の旅もいいものですよ。流れる車窓を見ていると癒されますし、安心して移動できますからね。そうよね、こういったゆったりとした時間を過ごせるってとても幸せなことなのよね。それなのに、なんというか、この列車よりもっと速い列車が、すでにあるというのに、さらに速い列車を走らせようとしているみたいじゃない。それって、リニアモーターカーのことですか？多分それ。だって、今だって日本のどこだって、一日あれば行けるのに、それでも飽き足らず、さらに上を目指そうとしている。さらなる高みを目指す、目標達成に全力疾走する。そればかりで頭がいっぱいになって、心のゆとりもなくなって、振り返ることもなくなって、そのまま何か大切なものを忘れていく。私が住んでいる場所と比べたり、こうしてのんびり車窓を眺めていたりすると、そういったことについて考えさせられるのよね。
へえ、なかなか深いお考えですね。でも、ちゃんとお休みされている人だっていますし、ゆったり流れる景色と、あっという間に飛んでいく景色、どちらも好きっていう人がいると思いますよ。まあ、確かにそうよね。行き方、休み方、振り返り方、それは人それぞれだし。周りの雰囲気とか逆境にもまれず、自分の行く道を極めた方がいいかもね。私の可愛いマナデシちゃんみたいに。ハックショイ。誰かが私の噂広めてお賽銭増やしてくれないかな。それじゃあ、私はそろそろ降りるから。私もいろいろお話できて、楽しかったです。ありがとうございます。そういえば、他にも空いている席があったのに、なぜここに来られたのですか？あら、お邪魔だったかしら？一人じゃ退屈だったし。あはは、そんなつもりでは言ってないですよ。それにしたって奇遇だよねー。こっち来るのは知ってたけど、時間まで一緒になるって。そうですねー。久々にお会いできて光栄です。フラット出かけてみれば鈴屋と、一緒、戻ってみれば海風さんと、遭遇、今日は面白いことがてんこ盛りですわ。二度あることは三度あるって、言いますからね。また知っている人が乗っていたりとか。これ以上なんかあったら、奇跡の駆逐艦の長さらに、知れ渡るんじゃねー。雪風さんと間違えてますわよ。どうしたんですか？あれ？あれ？すっげー、知り合いとかそういうレベルじゃないやつがいるぞ。人のことを指さすのではありません。失礼ですわ。まあでも確かに、あんな方が普通に乗車されていて、私もびっくりですわ。隣の方はお知り合いでしょうか？どんな話してんだろう？いやー、やっと本編でダベる機会ができたねー。ダベるってなんだい？そういう言い方やめたんじゃなかったっけ？それ動画の話。やっぱり現代そのままの方がしっくりくるな。まあ、こうしてのんびり電車乗っている時とかじゃないと、じっくりお話できないからねー。じっくりお話会計画だけで、終わったくせにそれ言わないお約束。だってさー、再生数1万超えとか、金盾もらうぐらいまで。成長しているならまだしも、登録1000人もいかないようなマイナー作者のぶっちゃけトークなんて、聞きたい人が何人いるって話よ。それを今現在進行形で、強制させているくせに。前から思ってたんだけど、カイトくんって、自分と話すとき、やたら辛辣だよね。まず、君の姿が僕の丸写しということと、僕たち含めて、全員ゆっくり音声で済まされてるということ。これに少し不満がある。そんなの答えは一つじゃないか。コストカット、全国のボカロピン、謝れ。いや、そんな目の敵になんてしてないし、ただ単に気軽にやっていきたいだけだよ。そういう手軽さが MMD 界隈の魅力の一つなんだし。まあ、そうだけど。あれが噂のぶっちゃけトークですね。ぶっちゃけていうかメタトーク？しかも論点がだんだんずれていらっしゃるような。じゃあ、もう一つの理由って？そんなの答えは一つじゃないか。ストレス解消、欲求な人をサンドバッグ発言。なんていうか。自分たちって、お互い様だよね。ま、そういうことにしといてあげるよ。とりあえず、ヤジウマはここまでにして、私たちも何か話題を、見つけて話しましょう。それじゃあ、海風さんの珍道中の、感想、聞きたいな。なぜそんな傷をあえてえぐりたそうな言い方を？なんだか、だいぶ賑やかになってきましたわね。それな、姉貴迎えに行って以外なお客様とはな。それにしても、お迎えならもっと近い駅まででも、よろしかったのに、なぜ、わざわざ小田原にまで、いらっしゃったのでしょうか？そんなの決まってんじゃないの。久々姉貴に早く会いたくてだな。本音を言うと？寝過ごしました。言わんこっちゃない。
聞いた話ですけど、川風さん、あなた昨日は夜遅くまで遠征だったらしいじゃないですか。そんな状態で朝から繰り出していたら疲れが取れないのではなくて？え、そんな夜更かしからの早朝外出で大丈夫なんですか、川風？大丈夫だって。本当に風の姉貴は心配性だな。心配しますよ。体を壊したら大変ですし、そもそもいざという時のため体調は万全に、ですよ。心配すんなよ。体力は自信あるし、なんたって早く姉貴に会いたかったからな。そう言ってくれるのは嬉しいですけど、あんまり無理しないでくださいね。今回だけは特大ブーメランだぜ。ところで熊野、そろそろ乗り換えする駅じゃね？そうですわね。ちょっと調べてみます。どうだった？折り過ごしましたわ。それであの時、到着が遅れたということか。そうなんです。もちろん乗り過ごしは海風のせいなんですけど、まあでも慣れない長旅だったのに、よくたどり着いたもんだよ。陸路の方が安全っていうあいつの考え方も間違いじゃないが、やっぱり偽装は本人がお持ちの方が安心ですわね。海上移動がデフォだから、電車で日本縦断とか言われたらやっぱしんどいじゃん。ねえ川風、同感。それでこれから呉に戻るにあたって、もちろんいつものように珍珠海域経由だよな。そうです。向こうの提督には、帰りもあの切符を使ってみてねとか言われてるんですけど。おいおい、これがその切符みたいだよ。なんであなたが持っていらっしゃるの？借りた。まあ次のシーズンも近いと言いますし、ちょっとした旅行にはいいんじゃないでしょうか。呉って広島から近いもんな。あれ、どうしましたの提督？どうした鈴や。海風が持ってきたこの切符さ、利用期限とっくに過ぎてる。え、ちょっとあいつにクレーム入れてくる。